い、画面の前の皆さん、こんにちは。先月でございます。ですね、今回はね、作ってみた動画の方をやっていきたいんですけど、ちょっとね、今回動画空いちゃって、年明けてもね、結構店が忙しかったっていうのと、すごい風邪ひいちゃってね、もうずっと咳が止まらんと、もうとてもじゃないけど、動画撮ってる間にもね、ゲヘン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 言っちゃって、もう全然その撮れないっていう状態だったので、ようやくね、ちょっと咳が落ち着いてきたので、また動画を撮ることができます。で、ちょっとね、どうかな、1週間ぐらい動画空いちゃったんですけど、まあ、これからね、また撮るスピードの方上げていけたらいいなと思ってますので、まあ、年明けにもそんなこと言いましたけどね、やっていけたらいいなと思っております。というわけで、今回作るのは、ニエベメヒカーナというね、カクテルの方を作っていきたいと思います。で、このニエベメヒカーナなんですけど、直訳するとね、メキシコに降る雪という、名前がついてます。で、メキシコっていうとなんかすっごい暑いイメージあるじゃないですか。で、実際調べたんですけど、結構ね、メキシコ雪降るみたいですね。何？だからね、メキシコの首都になるんですかね、メキシコシティなんかは標高自体がもう2500メートルぐらいあるので、もう結構かなり高いところですよね。で、まあ、メキシコシティはその山の中にある盆地らしくて、周りがもう3000メートル級の山に囲まれてるらしいので、結構ね、冬になるともう風ビュービューじゃない、雪は結構パラつくことがあるらしいです。で、そんなメキシコに降る雪っていう、まあ、メキシコの高地に降る雪なんですかね、っていう名前のついている、カクテル、ベースはこちらですね、カルーアベースの方で、作っていきたいと思います。で、このニエベメヒカーナなんですけど、レシピの方がですね、まずカルーアミルク、カルーアが45ミリリットルと、生クリームですね、生クリームが、45ミリリットル、そして、牛乳ですね、牛乳が30ミリリットルを、技法としてはシェイクで作るカクテルになります。で、グラスはこちら6グラスですねで、作るというカクテルになっておりますので、今から作る手順の方、そして飲んでみた感想の方までね、やっていきたいと思いますので、お付き合いしていただけたら、幸いです。というわけで、今から作っていきたいと思います。はい、それではね、作っていきたいと思います。まずシェーカーに氷ですね、氷の方を詰めていきます。したらですね、一回氷をお水で洗います。これは氷の表面の角を取ったり、ついてる霜ですねを、除去してあげることで水っぽくしないっていうための工程ですね。まあ、いろんなお店の考え方があると思うので、どんなやり方してもらっても、まあ、それはいいと思うんですけど、まあ、うちはこうやってやってますよっていうことですかね。よいしょ。で、ここで水分の切りが甘いと全体的に水っぽくなっちゃうので、きっちりと水は切ってあげてください。で、カルーアが 45ml ですね。よし。だからレシピだけ見ると、結構まあ強くはないけど、結構お酒入るんでね。で、45、生クリーム45ですね。油断すると結構やられちゃうような感じのカクテルかもしれません。よっ。で、牛乳が 30ml。 で、こちらシェイクですね。で、生クリーム系ですし、全体に入る量が多いので、こういう時は結構もうハードに振ってあげた方が口当たりのいいカクテルになると思いますので、結構ハードめに振ってあげてください。まあ、それが一つこのカクテルを美味しく作るコツだと思いますけどね。まあ、ハードに振るっていうことです。はい、それではできました。今から飲んでみたいと思います。
はい、それではできました。ね、見てもらうと分かると思うんですけど、結構ね、モコモコになってますね。なので今からこちら、飲んでみたいと思います。いただきます。口当たりがめちゃめちゃ柔らかいですね。やっぱり生クリームが、まあ、45ミリ入ってるの でハードシェイクしてますから、この泡がねずっと上にいるんですよ。なので、なんだろう、こう飲んだ時にすごく優しい口当たり、本当に飲むコーヒームースみたいな、そんな感じの、口当たりがしますね。でカルーが45入ってるんですけど、全然なんていうんだろう、こうお酒感はない、もうめちゃくちゃ飲みやすいですね。なんかね、すごいリッチなカルーアミルク飲んでる感じがします。このカクテルはね、めちゃくちゃ美味しいです。で、ごくごく飲めちゃうので、まあどっちかっていうとちょっとレディーキラーカクテルのジャンルに入ってくるかもしれないんですけど、嫌味がないんですよね、味に。なので本当にごくごく飲めるし、なんだろう、ちょっと語彙力ないですけど、本当に美味しいですのでね、こういう、なんだろう、嫌味がなく、軽めで、こう、なんていうのかな、お酒感のないカクテルとか飲みたい人とかは、ぜひね、馴染みのバーとか、ちょっと勇気を出してバーの方に行っていただいてですね、ニエベメヒカーナで通じるかどうかは分かりませんが、ニエベメヒカーナというカクテルを飲みたいといえば、多分レシピとか調べてね、作ってくれると思いますので、ぜひ興味のある方飲んでいただけたらなと思います。というわけでね、今回はこちらカルーアベースのカクテルですね、メキシコの高地に降る雪という名前がついているニエベメヒカーナというカクテルの紹介の動画でございました。また次回、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価の方をしていただけるととても嬉しいです。動画制作の励みになりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回も乞うご期待。